人はどんな感じで寝てるのか、リアルな姿をお届けできたらなと思います。私は全裸で寝てないことだけを祈っております。そして見て、景色がすごい。どうですか？今朝6時半です。いいですね。行ってまいります。起きてないことを祈りますね。こんなの見てて、やばくない？こうやってです。もういいやと思って寝さない。急に一直線。こうやってよかった、服着てて。うん。開けるのもそれはそれでした。おはようございます。おはよう。かわいい。もうちょっと撮りたかったら。起きちゃったね。やっぱ光が来ると起きちゃいますかね。うん。あと一回起きてるからもう。え？あ、寝れなかった？うん。やっぱ途中で起きちゃいました。いや、さっき起きたんだよ。起きてまだこうやってさ。あ、もう一回モンスターボタンか。うわ、ちゃった。ちょっと私が甘かったな。起きる時間が。そうだね。よくない？気づいたらこっちでさ。寝相悪いって言ったじゃん。寝相は悪めですか？寝相多分悪い方ですね。本当にめっちゃ動きますね。なんで一旦はこの端っこ、どちらが、まあ、このスペース、うん、でそのうちこうなって、足は言ったらここまで来てるから。使いすぎ、うん、とか、あ、暑いな、わかる、だけどクーラーが寒いとかっていうのを繰り返す。すっごく動く。わかります。それはだからぐっちゃぐちゃになっちゃいますよね。ここら辺までかな、来ても、うん、真ん中。まず寝相悪い。だって石原さん、こっちに縦に寝てましたよね。うん。あ、なのにこっちがさ、気づいたら寝相、これは寝相悪すぎ。パッて見て、え、ちょっとすっごいと思ったけど、もうそのまま直さずに。あー、よかった。よかった、服着てて。うん、よかった、服着てて。ちょっとゆこさんもそこ行きましょうよ。寝てるかな。鍵あります。あー、嬉しい。ゆさんのラブニューです。あそこにプールある。入れないけどね。
バレた。おはようございます。今何時？まだ7時過ぎ。あ、寝ぼしたかった。おはようございます。え、ちょっと服着てますか？それ着てるよ。あ、びっくりした。いやいや、びっくりした。おはようございます。バレちゃいましたね。私もやられたからやられた。え、ジュン服着てた？私これこれで寝てた。あ、セーフ。うん、昨日はちょっとやばそうだったし、いつも昨日鍵かけてますね。スタジオさん鍵でない？かけるかですよね。絶対今日だと思って昨日、うん、いやー、じゃあまた3時間後に集合で。はいはい。あ、ちょっと寝坊さんだった。お邪魔しました。くなおやすみなさーい。開けた瞬間見合いだ。これどうやって閉めるの？なんか硬いね。やっぱ結構それもマジ、あそこ服着てないと思った。あ、ジュンさんここやばい。うん、めっちゃ綺麗じゃないですか？綺麗。最高です。レッツゴー。はい、これ誰の？そう、あのお部屋の、これじゅんさん。ああ、眠たいから僕寝に行こうと、うん、もうちょっとこしょこしょとかしたかったけど、やっぱ意外と起きますね。うん、だってさ、扉のことは遅いの、重たいからさ落としますもんね。うん。寝起きドッキリでした。